行きますよ。これで大当たり、終わり、当たり、あ、司会権でした。あーおおなんと今回お美しいお二方来ていただいておりますよ。よいしょー、先起こされてしまいましたけど、13回転、早いです、早いです。勝つ、あーあー、あら、いやーからの、からの、あ、あれ、罰ゲームって言ってなかったですよね。罰ゲーム言ってなかったですね。罰ゲーム言ってなかったですよね。はい、負けたチームは、はい、勝ったチームが帰った後にお世話になった貴公な伏せ天さんの大清掃して帰ってください。清掃わかりました。明日入れ替えなんでね。そうですねまあ勝ちますけど、今んとこ勝ってますね。今んとこそう、全然リードだから、うん、負けたら自分のエリアでもないお店の大清掃して帰らなきゃいけないんです。そうです、宣伝してね、はい、うん、さあどうかな、ゴーゴーゴー。まあこれ保留、まあ、上位の保留来やすいんですけど、青のままだったらもう大当たり濃厚とかですね。これ緑が一番寒い、それが一番寒い。うん、これ保留変わんないのかな。もうちょっと緑がねやっぱ弱いんで、なんか当たりそうな雰囲気あるんですけどね。当たりそう、緑じゃなければね。まださあ、もちろんこれ当たればラッシュなんで、ちょっとかなり欲しいんですけど、バトルリーチ行きました。いけるんじゃない。あ、勝ちいった、レバブル、レバブルカスタマイズしてますんで期待度 90% オーバーです。しかも今回図柄が赤、そうラッシュです。ここは当たればやばい。トミーさん当たります。やばい、これレバブルです、ほら。え、ちょっとまずいっすよいやー、やったー。 あ、変わるな、赤保留。あ、はい、頂上対決です。いや、これはむちゃくちゃ安心感ある。なかなかね、赤図柄でそのまま当たってくれるって僕見てないんで、3000フィーバーにも期待持てるんじゃないか。 フィーバー機動戦士ガンダムユニコーンのポテンシャルを見ていただきます。はい、え、嘘、え、いや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 、復活ある、復活、外れるわけない、復活。あ、長い、おお、やりやすい、うわー、やばい、うわー、やばい、あ、7だ、3000フィーバー、うわ、これで1500個の大当たり2回もらえます。勝ったな、勝ちましたね。お杉さん、あとお任せください。もうお任せします、はい、もう、まあまあ、もう手止めていただいていいですよ。もう白旗上げてください。もう無理なんで、追いつけないんで、絶対追いつけないんで。あ、これこれこれが初当たりの 20% でもらえるっていうのがめちゃくちゃでかいんですよ。かっこいい、すごい、すごい演出です。3000フィーバー大当たりサムネを
あ、すみません、サムネ用です、サムネ用撮れました。で、まあ先に右打ち中の特徴もう一回言っとくと、今ちょっと隠れてますけど、液晶の左側にこの3つのメーターありますね。大当たり1回で1つメーターがついて、3つつけると4つ目からは覚醒ハイパーという、まあ、もう1つの覚醒と言われている状態に入ります。それがすんごいスピードです。めちゃくちゃ速いです。で、ラッシュが始まる前にもう1回そのラッシュ継続の仕組み言っとくと、41分の1を引けば、1500個プラスラッシュ継続で、153分の1の転落を聞いてしまうと終了になります。なので転落タイプで41分の1をいかにこう153分の1の前に引けるか、それが大きなポイントになりますね。で、トータルの継続率が約 81% と言われてますので、高継続の一種子混合機になります。で、まあその大当たりが確定している状態というものではなくて、あ、今レバブル来ましたね。これで2回目の当たりになりますけど、まあ、153分の1を引きにくい状態にあるんで、理論上41分の1を先に引いてしまうっていう、153分の1を200何十回引くまで落ちない時短みたいな感じなんですよ。まあ、その3点フィーバー大当たりの仕組みは全く知る必要はないんで、あ、2回来ると思っていただけたらいいんですけど。で、ラッシュはデストロイラッシュとユニコーンラッシュ2種類から選ぶことができます。もちろん性能は一緒です。演出が違うだけ で、デストロイラッシュは基本、まあ、バトル系のラッシュになります。ちょっと点滅はしましたね。お、弱いか。あ、でもなんか全部赤ですね、傘が。ん、砂時計。あ、お、接近中。赤に上がりそうです。お、もう一回。おお、ちょっと期待、ちょっと上がった。お、おお、めっちゃいい音鳴ってる。おお、2回目。赤赤赤赤、よし、行きそうです。行きそうですね、はい。またもう一個、もう一個。金、当たったか。土壇場で最初と最後にこうやって当たり持ってくるあたりすごいですね。さすがです。さすがですね。さすが。終わりながら、よし、あ、わ、この子や。あ、よしよしよし、いいよこれ。
もう一個行け、もう一個。もうダメだ。おー、今度紫ですね。ちょっと1万発ぐらいお願いします。ってことはここのもう出玉勝負かな。あ、レバブル来た。あ、レバブル。ってことはもうこれでもう3連目間違いないですね。いや、面白い勝負になってきたよ。はい、でもラッシュ中はもちろんバトルで勝てば当たりなんですけど、リーチに発展すると終わってしまう可能性もあるんですよね、危険が出てしまうと。だここは大丈夫です、レバブルあるんで。3連目でございます。まあまあここまでは出玉スピードもそんなに普通の、まあ普通の ST 機と同じぐらいじゃないって思うと思うんですけど、この後が違います。これで、まあ3連しましたので覚醒ハイパーへと入っていきます。もうほんとね、瞬きしたら当たっとる時あります。それぐらいのスピードです。見たことあります？ないんですよ。ちょっと見とってバリ早いけん。ここからはい、行きますよ。めちゃめちゃ早いんで、まばたき厳禁です。これでちゃんと1回転1回転回ってますんで。早い早い。何の煽りもなくいきなり777ポンって出てきますからね。あ、お、あーピンチ。これピンチ、これテンパイしたらピンチ。テンパイしなければ、あ、これエンドが出たらやばいです。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。いや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 、そんなはずはない。ちょっと待って、いやいや、それはあんまりよ。頼むよ。え、嘘。うわ、一応残保留まではチャンスなんですけど、いやー、ちょっと鳥肌立ってきた。こんな終わり方する、全然見せれなかった。覚醒ハイパー終わるとこしか。4500。ちょっといけるんじゃないですか。いける。あ、これいったでしょ。もうそれはよしよし。おお、すげえ。ヒュー。あが欲しいですね。ですよ。お、まさか。ああ、とりあえずシンスさんが4500発だから、しっかりそこを超えていきましょう。はい、あの、もう大丈夫ですよ、そんな出さなくても。もう結構いい勝負なんで大丈夫大丈夫。もう一発いくよ。
さあ何が出てくる。スタンバイからこれもう一回レバブル来ないかな。全回転とか出てほしい。ああもう最高ですね。いやこれも十分期待持てますよ。レバブル来たら当たるんやけどな。ほとんど赤ボタン強制解除。熱い。もう一回当たります。はい、これだからさっきお杉さんが当たったやつですよ。そうです。ここから可能性の獣に行って、まあ結果ね覚醒じゃなかったですけど当たりましたもんね。はい、もう完全にトミーさんの勝ちと思ったでしょ。もう一発ありますんで。金金来い金。正直ちょっと不安ですけどね。保留も紫だし、ここも全部紫だし。大丈夫かな大丈夫かな。覚醒ならかなり強いけど。覚醒で覚醒で、あー決戦。あーちょっと微妙。変われ金、金保留。これはもらったの。さあ3回目の大当たりお願いします。お願いします。はい、いやいや早かった。69回転目ですね。さっきの残念なラッシュが終わってから。さあもう一回、もう一回行こう。もう一回お願い。赤赤で来い。赤赤赤で来い。赤白白白だ。さあ行きます。3回目の大当たり。いきますよ、ファイナルチャンス。今度は行ってくれよ。ここを越えてくれよ。さあ頼む。お願い。よし、たうわー行きました。2回目のラッシュ。いやー、トミーさんいい勝負ですね。いい勝負ですね。いやー、参ったな。さすがっすね。これはかなりこっちの方が優勢じゃないかな。もうさあ今度こそ行きますよ。超高速覚醒ハイパーデストロイラッシュで行きます。もう153分の1はいりません。さっきあんなに早く引いたんで、なんならもう500回転ぐらい引かなくていいけどな。おー、レバブル来ました。安心です。絶対大丈夫です。はい、2連目。はい、もうトミーさんがドアがこうと勝てませんよ。厳しいっす。もう終わりそうじゃないですか。一応小当たりなし入って終わりっす。あら、まあまあやっぱ壁が厚いですね。あ、厚いっす。まあ、だから先発最低取れるっていうのはいい、いいんですけどね。まあそうですよね。それだけで終わっちゃってるもんな。3280。諦めるわ、ダメだ。さあそろそろ時間の方もね、来てますので、
お気持ちいい。あこのもちろんラッシュ中もカスタマイズ有効ですから、この時点で 90% オーバーです。やっぱ強い、来た時の安心感が。おーレインボーだ、レインボー文字だ、すごいすごい。さあ3連目、これでもう一回覚醒ハイパーいきますんで、ちょっとすいません、さっきのやり直し。さあちょっと今度こそ、あ早い、すごい、めっちゃ出るっていうのを見せたいと思いますので、おすぎさんに見てほしいのよ、こんな出るんだよっていう、ちゃんと出るんだよっていうのを。さあ行こう、早いぜ。で当たり大当たり消化、そしてまたラッシュスタートの間隔も短いんで、もうここからはずっとハンドル回しっぱなしで大丈夫です、はい、これ4連目もうずっと打ちっぱなしで大丈夫です。まあ、これで5000発オーバーと、まあ、さっきの出玉もあるんで、はい、勝ちです。やりました、はい、勝ちです。やりました、よかったです、よかったです、勝ちました。意外と引けないもんだな、41分の1が。これ覚醒ハイパーの中ではハマってる方です。あ、来た来た、5連目。はい、5連目終了です。6連目、あーと思ったらもう揃いますよね。すごい、7連目来ない。お7連目早い。もうね、ちょっと他メーカーで申し訳ないですけど、ダンバイン超えてますよ本当に。確かに。さあじゃあせっかく気候のチャンネルでもこの P フィーバー機動戦士ガンダムユニコーンを実践させていただいておりまして、まあ、まだまだ死にたいというところでの配信になっていると思いますので、もう一回ちょっと消化しながらこの台のおさらいしておくと、まあ、319のミドルスペックでラッシュ突入率は全体の 60% ありますよと。でこれ自体の継続率が約 81% ありまして、転落タイプとなってますと。で153分の1を引いたときは覚醒ハイパチこういう演出になりますので、これで図柄が転廃してしまうとピンチになります。で最終的にエンドが止まると終了です。まだこの後もう一回演出あります。終わるのか。これで1万発オーバーです。体感的に結構復活演出多いんですよ。ちなみにですね、今5分で5000発出てます。5分で5000発、時速1000発ぐらいか。覚醒ハイパーだけで考えたら1時間で、まあ、5万以上は出せます。お、9連目。あ、来た、レインボー保留でした。これで10連目、めちゃくちゃ綺麗ですね。おー、11連目12連目、ネバブルです。あら、図柄揃ってないよ今。揃ってなかったです。図柄揃ってないのに、図柄揃ってないのにアタッカーを狙いが出てきた。13連目、早い。あ、早い
さあもう一撃2万発が近づいてきました。14連目、これでもう2万発超えます。一撃、一応後半のサムネ用に2万発でピースしますね。あれ超えない、超えない、まさか超える、超えてない。2万発オーバーです。超えたぞー。あらあら、終わらんばい。何今の、あれこのタイミングでレバブルって珍しいな。これなんだ、もしかしたら保留連があるのかもしれないですね。これラウンド中にレバブル来たの初めてで、多分速攻で当たるんじゃないかな。いきますよ、これで大当たり、終わり、当たり、あ、近い点でした。こんなんもうね、1回転の当たりとか20ラウンドの大当たりみたいなもんですからね。お、可能性の獣、お好きさんに大当たりのチャンス。どっち行くかな、それね。ピンで。お、赤。こいつはやばいです。さあ行け、覚醒で。ああ決戦、外れちゃいましたね。ちょっと発展先が弱かったですね。19連目、3万発が見えてきました。あ、ちょっと待て、そろそろやばいような気がするけど、あー、3万発は出らんかな。うわー、いやー、よう出てくれたけど、結果は 27,450 で一応終了なんですが、ガンダムユニコーン、この後残光流の4回転までが一応チャンスとなってますので、ここまでしっかり見てから終わった方がいいですね。はい、まあ、ちなみにですね、今の出玉、約30分です。約30分くらいの出玉でした。はい、というわけで、まあ、3万発届きませんでしたが、まあ、どれだけこう出玉性能に長けた台かというのはしっかり見ていただけたと思います。まあ、あと最初に申し上げた4大キーポイント演出、まあ、この辺も、ね、しっかり絡んで大当たりにつながる場面もありましたので、まあ、今回このピーフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンのまあ紹介しつつ、まあ、勝負という面でもトミさんチーム撃破ができたので良かったと思います。実戦終了です。どうぞ。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやもうまあまあ勝負の結果を見ていただいた通り我々の圧勝ということで、お杉さん、はい、ちょっと相手にならなかった。そうですね。ね、全然あのどの口が言うてんねん。いやいや当たり引きましたもんね。当たり引いたので出玉もありましたし、なんか、はい、なんか1人2対1で戦ってんのかな。そう、なんか今日3人でしたっけ。いや、なんやったら2人でやってました。いやいや、まあ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 、まあ、そうなんですけど、ちょっとね、あの思ったよりこう女性のお二方がちょっとね苦戦されて、まあまあまあ、しょうがないかなっていうところありますね。まあ苦戦されたっていうか、我々がちょっと、ね、強すぎたみたいな、引きすぎたみたいなところありましたけど、今回の勝負これで終わりじゃありません。次回はですね、スロットコーナーに移動して、はい、またチーム戦で戦ってまいります。で、実戦中にお話ししたんですが、今回ですね、急遽このキコーナ伏せ店さんの天球日のホールをお借りしてやらせてもらってます、はい、なので、まあ、トミーさんのエリアでもないですし、はい、まあね、せっかく明日寝台入れ替えっていうところで我々がホールを汚してるわけですよ。そうですね、だから周年もね、なんか迎えられるということで、7周年ということで、これはね、もうホールをピカピカにして帰らんといかんということで、負けたチームはですね、居残りでホールの清掃していただきますので、はい、それをかけての次はスロットバトルということになりますので、ちょっとね、前半戦はまあちょっと優劣はっきりする展開ではありましたが、まあ我々としては寝台の機動戦士ガンダムユニコーンのまあいいところもしっかりお見せできたと思いますので、まだ打ったことないという方いらっしゃったら、お近くのホールでぜひ、いや、キコーナグループでぜひ打ってみてください。というわけで、次回はスロット勝負どうなるか、次回もご視聴よろしくお願いします。お願いします。お願いします。